こんばんばは。スピリチュアル研究家の楓です。本題に入れる前にツインレイの顔の特徴についてお話しします。ツインレイの顔外見の特徴を8つ紹介します。1瞳が綺麗ツインレイの顔の中で特に注目するべきパーツは瞳です。見つめ合った時瞳の美しさに ドドキドキが止ままらなくなくります運命の相手と出会えた魂の喜びが瞳を輝かせているのでしょう。2. 同じ位置にほくろがある同じ位置にほくろがあるのはツインレイによくある特徴の一つです。顔の場合もあれば背中や足の裏など分かりにくい箇所にも現れます。ツイインレととの出会いが近づくと 今ままでなかかっったほくくろやがが突然浮かび上がってくることもあります。3美男美女であるツインレイの顔は美男美女が多いとされています不思議ですがツインレイのカップルが並ぶとモデルや芸能人のように花があります生まれ持った美しさに加えて愛し愛されてますます魅力的に輝いているのでしょう 4. 肌ツヤがいいツインレイとの出会いによってお互いに生活や健康に気を使うようになります肌にツヤが出て周囲から若返ったと言われる機会も増えていきますお互いを大切にして一日でも長く地球で一緒に過ごしたいという気持ちの表れです5笑顔に癒されるツインレイの顔は 必ずしも自分の好みであるとは限りません。しかし、ツインレイの笑顔だけは必ず魅力的に感じるはずです。見ているだけで癒されると同時に活力がみなぎってきます。6、どこかで会ったような気がする。ツインレイの顔を初めて見たとき、過去に会ったことがあるような懐かしい感覚を覚えます。幼なじみ 街ですれ違ったかなとさまざまな記憶を呼び戻そうとするでしょう初対面の気がしないのは生まれ変わりを繰り返し前世で何度も出会っている証です声声を聞くくと落ち着くツイインレイ同士は、の波長もぴったり合います。なぜか声を聞いているだけで辛さや苦しさが消えていく感覚があります お互いの声が心地よくて時間を忘れておしゃべりをしてしまうようです。8. 体質が似ているツインレイは顔だけではなく体質が似ているのもポイントです。髪質や肌質、がんがりだったり花粉症だったり一緒に過ごすと似ている部分がどんどん見つかってくるでしょう。ツインレイ同士の顔がそっくりな場合の意味。 ツインレイ同士の顔が双子のようにそっくりというケースが世の中には存在しますやっと見つけたツインレイが自分にそっくりだったら少し驚いてしまいそうですねしかし本来ツインレイは魂の片割れと呼べる存在なので顔がそっくりなのは自然なことです 双子や親族であった前世の名残が残っているのかもしれませんお互いを早く見つけるためによりわかりやすい目印を持って生まれてきたのです最初は戸惑うかもしれませんがすぐに安心感を得られるようになるでしょうさらにツインレイの顔がそっくりなのは自分をもっと好きになるためという意味があります自分を。 もっと好きになるコンプレックスの克服や自己愛を深めるのはツインレイに与えられた大切な課題自信がない部分好きではない部分が似ているのは今まで気がつかなかった魅力を知るチャンスです目の前のツインレイを愛することが自分自身を受け入れ愛することにつながります鏡のようなツインレイと向き合って 共にブラッッシュアップししていきましょう。ツインレイ同士の顔が似てない場合の意味ツインレイ同士の顔が似てない場合の理由と意味をお伝えしますツインレイは身体の一部などパーツが似てるケースが多く顔が似てないのは珍しいことではありません全然似てないからという理由で本当のツインレイではないと判断すると 後後で後悔してしてまうかも簡単に判別できないように親しくなってみないとわからない部分に印が隠されているのかもしれませんツインレイと顔や身体が似てないとしても性格の部分で共通点がたくさん見つかるはず外見よりも内面に注目するべきというメッセージだと受け取ってみてください 共通点を探してみるツインレイ同士の顔は一緒に過ごすうちに表情や顔つきが似てくるようになります出会ったばかりの頃はまだお互いの距離が遠くて完全に打ち解けていない状態これまで生きてきた環境があまりにも違っていると自分とは似てないと余計に強く感じてしまうのでしょうでも 似てないからといって不安になる必要はありません答え合わせを楽しむ感覚で相手と自分の共通点を探してみてくださいねツインレイ女性の顔を見た時の男性の反応ツインレイ女性の顔を見た時の男性の反応はどのようなものなのでしょうかツインレイ女性の顔を見た時の男性は 理想の女性にに出会った気分になりますすぐに熱烈な行為を寄せるようになる場合も好きな芸能人に似ていたり顔の系統が好みだったりいわゆる一目ぼれのような感覚に近いかもしれませんすぐにアプローチして交際や結婚に発展させようとするケースも少なくないでしょうこの人に尽くしたい 頑張りたいというモチベーションが湧いてくるのがツインレイ女性の顔を見た時の男性の反応の特徴です情熱的で大胆な反応が現れるツインレイ女性の顔は男性にとって他の人には抱かない特別な色気を感じさせます顔を見つめているだけで身体中のエネルギーが活性化したり 高なる気持ちが抑えられなくなくったりします。じっと見つめて瞳をそらせない真顔で視線を送ってくる話している最中にずっと微笑んでいるこのような反応が出るのはツインレイ女性への愛しさが溢れているというサインの一つツインレイ男性の情熱的で大胆な反応に驚いてしまうかもしれませんが選ばれて愛されているという事実に 自信を持ちましょう。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見、ご感想どしどしお待ちしてますね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。